はい、下のオーブンに関しても同様にご説明させていただきます。まずオーブンの中の電気は、こちらの方でオンオフしていただけます。実際に中を開いていただきますと、このような形で、電気式ではなくて電熱線で、熱を与えるような形になっております。温度の調整はこちらの真ん中のつまみになっておりまして、それぞれ温度が記載ございます。一番最初は熱くしていただいてお使いいただくのがよろしいのかなと、あとは使っていく中で温度調整をしていただければと思います。こちらがメーカーになっておりますので参考にしていただければと思います。以上になります。